What's up, みんな。どうも、ギフライターともです。先日発表されましたね。ご存知の方は存じご存知。セブンスロードソーサラーが発表されました。このセブンスロードソーサラー、かなりの性能を持ってます。呼んでいきましょう。闇属性レベル4、1300-100。自分フィールドの表側表示モンスター3体墓地送って発動できる。自分の墓地のモンスターレベル7以下魔法使い族1体選んで、自分フィールドに特殊召喚できます。強いね、これ。しかも闇属性縛りがない。これは素晴らしい。この効果でセブンスロードマジシャンを特殊召喚した場合、さらに自分のセブンスロードミッチ1体選んで自分フィールドに特殊召喚できると。この時点でね、もうお気づきの方はいるんじゃないでしょうか。マスターオブセブンスロードに超つなげやすくなったんですよね。結局マスターオブセブンスロードをウィッチ経由で正攻法で出そうとしてもカード5枚使うんですよね。ってことはフィールドに出た時、フィールドにカードが残るのはマスターオブセブンスロードのみという感じで、若干不安な盤面になってしまうんですよ。それをこのセブンスロードソーサラーがあるおかげで、うまくいけば手札を 2,3 枚残しつつマスターオブセブンスロードにつなぐことができるので、その後の展開もしっかり固めれるという感じで、かなり優秀なモンスターでございます。で、せっかくね、強力展開カードが発表されたのでデッキを組んでみました。こちらです。サイキックと魔法使いを足してみました。仮組み状態でまだ別に回したわけじゃないので、こっからね、作ってみて回してみて改良点を見つけてみてっていう感じなので、ベータ版っていう感じですね。ここでお気づきの方はもう察したと思うんですけど、いや、マスターオブセブンスロード入れてないんかーいって感じですよね。私ギフライター友の見解で言いますと、マスターオブセブンスロード非常に強力なモンスターになってます。ただマスターオブセブンスロードを魔法使いデッキに入れようとすると、もちろんフュージョン、スターリスタートなどを採用したいってなると、結構ね、凝った難しいデッキになると思ったんですよ。であれば海流デッキぐらい簡単に回せるような魔法使いデッキがいいなと思って、セブンスロードソーサラーを活躍できるデッキ考えた時に、こんな感じの構成を思い浮かびました。セブンスロードソーサラーが自分フィールドの表側表示モンスター何でもいいので、こいつ含めて他2体、あとは事故った時にフィールドに残っといてほしくないカードといえば、やっぱり代表格なのがアメイジングディーラー、あとはロマンスピックあたりじゃないでしょうか。アメイジングディーラーで手札のウィッチマジシャンを墓地に落としつつ手札補充してソーサラー引こうねっていう感じ。あとロマンスピックも同じ意味合いで使おうと思ってます。セブンスロードマジシャンとかウィッチが優先して墓地に落ちてくれればソーサラーの発動率が上がる。あと裏側表示のカード、魔法トラップだったり、あとは裏守備だったりっていうカードはキャンメロディーで対処したいなっていう感じで、キャンメロディのレベル5以上のモンスターを戻すっていうのは、正直もうね、ウィッチとかでもいいと思ってます。噛み合いを考えた時に、やっぱフィールドに残ってほしくないけど強いカード、あとはジャンプセット発動したくてキャンディー墓地に落としときたいけどその手段がないっていう時でも、セブンスロードソーサラーからキャンディーを墓地に落として展開することもできるし、サイキックとセブンスロードソーサラーは相性がいいのかなって考えた時に、こんな感じの仮構築を考えました。皆さんもね、このセブンスロードソーサラーによって僕を含めた魔法使いファンの人たちはね、やっと魔法使い族デッキが組みやすくなったんですよ。みんなでどんどん面白いデッキ考えていきましょう。高評価、チャンネル登録もぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。3、2、1